主よ、あなたをあがめます。あなたを霊と誠と思ってあがめます。主よ、この響きの中にどんな痛み、悲しみ、苦しみ、病も共に響き合い癒されていることを、主よ、ありがとうございます。あなたの癒しが、許しが、愛が全地に、痛む人々に、痛むところに届けられますように。主よ、あなたの御名を信じ感謝し祈ります。アーメン。おはようございます。私は北海道で生まれ育ちましたけれども、高校2年生の時に父の転勤で東京に引っ越しました。そこでカルチャーショックを受けたんですね。というのは、大都会なので家が密集しているのはもちろんなんですけれども、私が住んでいた公団住宅の隣にはパチンコ店が2軒あって、そこでね、夜遅くまで軍艦マーチを大音量で流していました。もうそういう時代だったんですけどね。で、あと家の前には公園があったんですけれども、その公園でもやっぱり夜遅くまで若者がね、騒いでいたんですね。本当にそれまでの環境とはあまりにも違っていて、私は本当に戸惑ってしまいました。ずっと後で知ったことなんですけれども、その家の前の公園っていうのは亀有公園っていうんですね。聞いた方もおられてるかもしれませんけれども、テレビでもね、漫画が結構長い間放映されていましたけれども、こちら亀有公園前派出所、通称こち亀というね、漫画の舞台になった公園でした。なので今思えばね、商店街はとっても活気があったし、下町のね、風情もあって、周りの人もとても親切でした。でも私は仲のいい友達ともね、離れ離れになってしまって、なんか自分だけ取り残されたような気持ちになって、とっても寂しかったんですね。で、将来の不安もあったし、その鬱憤を全部母にぶつけていました。そしてね、よく母を泣かせていました。で、大学を卒業後、一旦はふるさとに帰ったんですけれども、結婚して今度は横浜に住むことになりました。でもね、やっぱりふるさとが恋しくて、帰れるものならもういつでも帰りたいってそう思っていました。で、娘が生まれてそろそろ2人目が欲しいなって思い始めた頃から、なぜかわからないんですけど、もう無性に虚しさに襲われるようになったんですね。で、このままの私では良い母親にはなれない、良い妻にもなれないって、なんかこう焦りというか不安になってしまって、でもその思いを誰にも話せなくてね、日記に書いていたんですね。そしたらもうなんか、こんなに不安定なのはね、私の中になんかこう中心になるものっていうか、核になるものがないんだっていうことに気がつきました。それでたまたま目にしたね、近くの教会の案内を見て、あ、ここならね、私の求めているものがあるかもしれない、真実に
出会えるかもしれないと思って生まれて初めて教会に行きました。でそれからすぐにね妊娠していることが2人目を妊娠していることが分かったんですね。体重がどんどん増えてお医者さんからね巨大児だって言われてたんですけれども、もう18キロも増えたのでね。そして生まれてみたら双子の男の子でした。で本当に全く予想してなかったのでね驚いたんですけれども、でもとっても嬉しかったです。ちょうどそれは1987年6月、光子さんに白い鳩が飛んできたちょうど半年前のことでした。私にも光子さんと同じ精霊の白い鳩が飛んできたんだって信じています。病院を退院して家に帰ると、2歳の長女がね、どうして2人もいるのって聞いてきたんですね。なんかちょっと怪訝そうな顔して、もう嬉しかったと思うんですけど、でも赤ちゃんがね2人にもいるのでねびっくりしたんだと思います。で私はこの時ね長女がねこれから寂しくね、やっぱり2人に手がかかるのでね寂しくならないように長女のことを一番に考えようって思ったことを覚えています。さあそれからが大変でした。2人ともちょっと小さく生まれたのでねおっぱいを吸う上手に吸えなかったんですね。それでおっぱいがすぐに出なくなりました。それで粉ミルクになったんですね。で夜中は北海道から手伝いに来てくれた母親と代わるがわるにミルクをあげるんですけれども、同じ顔をしているのでねどっちにあげたか分からなくなっちゃうんですね、真夜中だし。それでもうお母さんさっきあげたのはこっちだよってよく喧嘩になりました。でもう梅雨のね時期でもう狭いもうエアコンもないね狭いアパートだったので、母はもう本当に疲れ切ってねもう予定より早く家に帰ってしまいました。本当にどうなることかと思ったんですけれども、本当に子供たちは可愛いしね、私はとっても幸せでした。ところが1歳半検診の時に息子たちにね発達の遅れがあることが分かったんです。もう目の前が真っ暗になりました。もう順調に育っているとばかり思っていたのでね、もうその現実を受け止めることができなかったんです。息子たちは健常児と障害児のグレーゾーンにいるって言われていたんですけれども、当時はまだそういう子どもたちに対する理解もあんまりなかったのでね、私は神様にも見放されたようにそんな気になって、神様を遠くに感じていました。でも今思うと神様はねいつも私たちと共にいてくださって守っていてくださったんです。ある日のことです。もう遠いねリハビリの施設に息子たちの手を引いて電車を乗り継いでね最寄りの駅でタクシーに乗りました。で私が初めに乗って、それで息子たちが次にこう並んで座ったんですね。ああやれやれって思ってたら急なカーブに差し掛かりました。そしたらその息子たちが乗ってる方のドアがねパーンと開いたんですね、走ってる時に。それで私はもうびっくりして、もう息子たちを慌ててこう抱き寄せたんですけれども、もしそれ気がつくのがねあと1秒でも遅かったらもう息子たちは車の外に投げ出されていたと思います。
でもあの時ね、主がね、天使たちを使わせて息子たちの命を守ってくださったと信じています。御言葉をお読みします。これは主があなた方のために天使たちに命じて、あなたの歩むすべての道であなたを守らせられるからである。彼らはその手であなたを支え、石に足を打ちつけることのないようにする。詩編91編11から12節です。主が息子たちの命を守るために天使たちを使わせてくださいました。こうして主は私たちといつも共にいてくださったんですけれども、毎日本当にいろいろなことがあって、私の心は思い煩いでいっぱいでした。3歳を過ぎても言葉が出なかったのでね、とても心配しました。何とかして2人を育て上げなければ、私がしっかりしなければと緊張しっぱなしでした。人は疲れたら眠れるって言うんですけれども、ヘトヘトなのに眠れないんですね。睡眠障害になって、もう平安がありませんでした。何が欲しいって聞かれたら、私は迷うことなく平安が欲しいと答えていたと思います。親としての無力を思い知らされて、洗礼は受けましたけれども、その教会は神様ではなく人が中心だったので、教会生活にも失望していました。そんな中で私をいつも励ましてくれた御言葉があります。あなた方のあった試練で、世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。第一コリント10章の13節です。もう試練なんかなければいいって思うんですけれども、聖書はね、その試練と同時に、試練とセットで逃れる道があると言うんです。もうそんな逃れの道なんてね、何のことかさっぱり分かんなかったんですけども、その逃れの道があるって思うだけで不思議と力が湧いてきました。試練が来ても恐れなくていいんだよって言ってくださっているようでした。真っ暗なトンネルの中にいると思っていましたけれど、主はその約束通り逃れの道を用意してくださいました。数年後、子羊の群れに導いてくださったんです。ではここで逃れの道を賛美したいと思います。Thank you.
文字通り子羊の群れが私にとっての逃れの道でした。逃れの道というとね、一時的な避難場所のように聞こえるかもしれませんけども、ここに私が求めていた平安と喜びがありました。子羊の群れに来て初めて聞いたテープがピーター先生のインナーヒーリングのテープでした。その頃はもう神様がいるのかいないのかもわからなくなっていたんですけれども、テープから主の愛としか言えないものがもうしんしんと響いてきて、私は号泣しました。神様は本当におられたって、神様は今も生きて働いておられるっていうのがもう本当にもうストレートにもう迫って、なんかもう喜びがもう本当体中から爆発しました。神様は高いところにいて私のことを見下ろしておられるって思っていたんですけれども、そうじゃありませんでした。私のもう息よりも近くそばにいて、私を愛し許し癒してくださる癒し主でした。逃れの道とはイエス様ご自身のことでした。テープの中で苦い根のことが語られていました。私が子供の頃、両親は不仲だったので、私は結婚したら絶対に子供たちの前では夫婦喧嘩をしないと決めていました。でも、ある時気がついたらね、もう当たり前のように子供たちの前で喧嘩をしているんですね。自分と同じ傷を子供たちに負わせているって思ったらもう本当に愕然としました。でも主はそんな母親失格の私に、お前はそのままでいいんだよ、私はそのままのお前を愛しているんだよ、もう頑張らなくていいんだよ、そう言ってくださったんです。もう本当にびっくりしました。それからむさぼるように子羊の群れの礼拝や聖書研究のテープを聞きまくりました。そして赤本という集会リーダーになる冊子を本部から送ってもらったんですね。どこを読んでも感動だったんですけれども、一番心をつかまれたのは、あなたはいらない、賛美だけでいい、人はいらない、賛美があればいいという一文でした。人はいらない、賛美だけでいいってね、
もう何のこと言ってるかってもう知性ではわからないんですけれども、私はそれを読んだ瞬間に、ああ私はこれを知りたかったって、私が今まで生きてきたのはね、これを聞くためだったんだって思うほどに感動しました。私は子羊の群れに来るまで、他の教会に行ってたんですけれども、賛美はね、礼拝の、刺身の妻のように思っていました。ところが賛美するとね、もう悲しくもないのに涙がもう勝手に流れてくるんですね。もう礼拝で泣いたことなんて一度もないのに、もう礼拝するたびに泣いて泣いて、それでも泣いていました。主は私が賛美のことを何も知らないあの初めから、賛美によって私を癒し続けてくださいました。私の本心は神様を賛美したい、礼拝したい、そこにあったんですね。息子たちですが、小学校の4年生の時に子羊の群れで洗礼を受けました。洗礼書が届いて洗礼名を見た時、私は目が点になりました。長男がスティーブン、王座につく者、次男がガブリエル、神の人っていうね、もう現実とはほど遠い立派な名前が付けられていたからです。神様がこのような目で息子たちを見ていることを知って、もう本当に心底驚きました。息子たちは落ちこぼれのレッテルを貼られて、私は肩身の狭い思いをしていたのでね、息子たちが幸せになるためにはみんなと同じでなければならない、障害を克服しなければならないって頑張っていました。でも神様は息子たちの外側ではなくて存在そのものを愛しておられました。その頃私は毎晩必死になって子供たちに勉強を教えていたんですね。今日こそ怒らないって決めてもやっぱり怒ってしまうんです。でそんなことを繰り返してね、息子たちを追い詰め、また自分をも追い詰めていました。習い事もたくさんさせていました。水泳、柔道、公文、習字、中学校になると家庭教師までつけていました。もうなんか親心ではあったんですけれども、本当今になってみるともうやりすぎてたなって思います。私はこの神様の眼差しに出会って、私もこのような目を持ちたい、神様の愛に応えたいと思って、息子たちが高校1年生の時に、地区スタッフになる決断をしました。今から14年前、2009年の礼拝でピーター先生は、キリストの体にとって不必要な人は一人もいないと宣言されました。私はそれを聞いた瞬間に、次男のことが言われているって思ったんですね。次男はある高校の寮に入っていたんですけれども、ある日私が用事で学校に行くと、次男は顔が変形するほど殴られて保健室にいました。なぜ？どうして？頭の中が
真っ白になりました。この子はこんな空気の中にいたんだ。もう胸が締め付けられる思いでした。私に心配をかけまいとしてずっと我慢していたんだって。それなのに私はせっかく苦労して入った学校なんだから頑張りなさいと葉っぱをかけていました。次男に何が起こったのかを聞くと、クラスメートから濡れ衣を着せられたと体を震わせていました。私は次男がどうしてこんなひどい目に遭ったのか真相を知りたくて学校にお願いしてクラスメートから話を聞くことにしました。すると彼らは少しも悪びれることなく息子のことをいてもいなくてもいい人、いる価値のない人と言い放ちました。私はあまりのことに背筋が凍りついてしまい言葉も出ませんでした。しかしその時です、どこからともなく賛美が響いてきたんです。父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。何とも言えない優しい響きがその場を覆ったかと思うと、私の怒り悲しみの感情がその響きにすっぽりと覆われて十字架に吸い込まれていくのが分かりました。そしてそれだけではありません。クラスメートたちの怒り悲しみ、本当の愛を知らない孤独も同じように十字架に吸い込まれていったんです。すると私の怒り悲しみがまるで水に洗い流されたように消えていきました。私はこの時初めて生きて働く賛美の力を知りました。これは本当のことなんですけれども、そうは言っても我が子があんなひどい目に遭わされて、あんなひどいことを言われてパニックしない親はいないと思います。私はもう気が短いしね、自分の感情を抑えることなんかできないのになぜかパニックしませんでした。これは本当に奇跡です。あの時何が起こったのかね、今ならね少しわかる気がするんですね。父よ彼らをお許しくださいが響いてきた時、目の前の現実はあるんですけれども、なんかその現実からねこの体ごと感情ごと引き離されて、もう別次元に持っていかれた。なんかもう一人の私がその怒り狂っている私を見ている。そしてその十字架の憐れみによってね、もう平安でいられるって、なんかねそんな感じだったんですね。もう本当にありえないことが起こりました。賛美が
私と怒りの間に立ってくれたから、私は怒りに飲み込まれずに済んだのだと思います。本当に賛美は十字架の命そのものです。どんな痛み、悲しみ、怒りも賛美が癒す。それが十字架の力だと信じます。ここで、父よ、彼らをお許しくださいを賛美したいと思います。その後、次男はアスペルガー症候群という発達障害と診断されました。私は次男がショックを受けるのではないかと心配したんですけれども、次男は、僕は小さい頃から人と違うと思っていたけれど、どうしてなのかわからなかった。努力が足りないとか、怠けていると自分を責めていたけれど、もう責めなくていいんだねって言ったんですね。なんかほっとしているように見えました。アスペルガー症候群というのは空気が読めなくってコミュニケーションが苦手という特徴があるんですけれども、本人がそのことで自分を責め苦しんでいるっていうことを私はその時初めて知りました。私が周りと比較していたせいだって心が痛かったんですけれども、でもあの時主がね、みんなと同じでなくていいんだよって、お前は
お前のままでいいんだよって次男に言ってくださったから、次男は自分のありのままを受け入れることができたんだと思います。それから次男は高校を辞めて家に引きこもっていました。そして自分から話してくれたことがあります。次男はあの事件が起こる前に別のクラスメートからしつこい嫌がらせを受けていたそうです。ある日、今日こそそいつを殴ってやろうと彼を呼び出して思いっきり殴ろうとしたその時だったといいます。急に手首から力が抜けて何度殴ろうとしても殴れなかった。手首がふにゃふにゃして殴るのを諦めたんだ、そう言ったんですね。そんなことがあったんだ、ああでもよかった、主が止めてくださったんだ、加害者にならなくてよかったって心から主に感謝しました。その男の子はね、あの息子がいじめられる前にいじめのターゲットにされていたそうです。数年前、私はあのこの息子が話してくれたことをね、思い巡らしている時でした。なんと次男があの拳を振り上げてね、その男の子を殴っているんですね。えって、でもよく見ると殴られているのはその男の子ではなくってイエス様でした。イエス様は優しい眼差しで息子のことを見ておられました。しかも息子の後ろにはいじめで苦しんでいる子やいじめている子が大勢並んで順番を待っていました。そして今回また向かっていると、そのいじめの加害者や被害者がイエス様を殴ろうとして順番を待っているその一番後ろに私が立っているのが見えました。そうだ、私こそ自分が何をしているもの、何をしているかわからないもの、イエス様を十字架にかけた張本人だって思いました。でもイエス様はこんな私のために十字架で身代わりになって私を許し愛してくださった、そのことが本当に迫りました。ではここでリオーレエイウスを賛美したいと思います。Thank you.
私は8年前に関東から芦屋に引っ越してきました。それを機に息子たちは家を出て二人暮らしを始めました。もうどうなることかと思ったんですけれども、息子たちは自分たちの働いたお金で自立して助け合って元気でやっています。次男は今は癒されて神様を喜んでいます。本当にこんな日が来るなんて夢のようです。先日たまたま障害者の作業所で指導員をしておられる方と話す機会がありました。息子たちのことを話すと、その方はとても驚かれて、息子さんたちは私たちの希望の星ですと言われたのでびっくりしました。作業所で経験を積んで、そこを出て他の職場に就職できても長続きしなくて作業所に戻ってくる方が多いということでした。私はそれを聞いて、息子たちはそういう弱い立場の人たちの代表だと思いました。だから息子たちが今を喜び、主に生かされていることを感謝する、それがその方たちの力となり希望となるのだと思いました。主が育ててくださらなければ今の息子たちはいません。十字架があるから、痛かったことも癒され、いじめられたことも、障害があることも、全部生かされて、今があります。本当に心から感謝です。実は今回、礼拝に向かう中で気がついたことがあります。私は何かあるとすぐに自分を責めて、人と比較しては落ち込むんですけれども、今までこのことをね、真剣に考えたことも、主に祈ったこともありませんでした。特にコロナ禍を挟んだここ数年、私は離婚をし、両親を天に送りました。それに伴って、いろいろなことが降りかかって痛み、死を見失ってしまいました。みんなは許されても私は許されるはずがないってどこかで思っていたんですね。しかしいつまでもこんなこと続けていられないなって思ったんです。それでこの責めがね、どこから来るのか、主に祈り、過去のことを振り返ってみました。これかな、あれかなって思ったんですけれども、なんかみんな癒されているんですね。十字架で癒されていたんです。じゃあ何だろうって思ったときに、いてもいなくてもいい人、いる価値のない人という言葉が浮かびました。この言葉は息子に対してずっと言われていた言葉だって思っていたんですけれども、でもあれはただの言葉ではなくってね、あの言葉によって私の霊がものすごく傷ついていたってことに初めて気がつきました。時たまあの言葉がフラッシュバックすることはあるんですけれども、でもなんかもう自分の一部のようになっているので、そこまで傷ついてたっては思ってもいなかったんです。しかし、いてもいなくてもいい人、いる価値のない人というのはね、
結局は親である私自身のことを言っている、私の存在を人格を否定しているんだってね、そういう思いにさせられていたっていうことなんですね。母親にとって子供は分身のようなものですよね。一心同体の存在です。どんなことをしてでも守りたい、それが母親の本能だと思います。しかしその一方で、子供の責任はすべて親、特に母親が背負うところが大きいので、私は必死で子育てをして、子供のためと言いながら、子供の評価は自分の評価だのように思っていました。息子たちがこうなったのは私の育て方が悪い、そう言われているように感じて、人の目を気にして人を恐れていました。今思えば万事がそうでした。人から何か言われると、まるで人格を否定されているように思ってしまって、それを挽回しようとして頑張る、人並みになろうとして頑張る、そんな感じだったんだと思います。頑張るのは自分の価値を認めてほしいから、自分以上になろうとするのもコンプレックスを克服するためでした。息子たちによく言っていた、人と違ってはいけない、同じようにならなければならないっていうのもね、自分に対する叱咤激励の現れだったんです。もし仮に、まあこんなことはありえないんですけれども、子供が私の理想通りに、私の思い通りになっていたとしたら、それはそれでいい気になっていたと思います。頭では人と比較しなくていい、人と同じでなくていいっていうことはもう分かりすぎるぐらい分かっているのに、どうすることもできなかったんですね。ところが今年に入り、アレルヤ録音もとっても大きなことでした。そしてもう礼拝もどんどん進化して、主はキリストへ、キリストへと私を立て直してくださいました。私は主から言われた、お前はそのままでいい、そのままのお前を愛しているというその言葉をね、ずっと握りしめていました。こんな私がこのままでいいはずがないって思っていたのでね、そのままでいいっていうことがどういうことなのかを考え続けていました。でも答えはなかなか見つかりませんでした。ありのままの私になることが人にとってはとても難しいことだからだと思います。人にはいろんな顔がありますよね。プライドもあります。しかし答えは十字架にあったんです。私は主を見失い、どん底に落ちたことによって、十字架が私のためだったっていうことにようやく目が開かれました。私は十字架によって完全に癒されていたんです。それなのに私は自分に何かいいものがあると思って、もっと良くなろうとしていました。でも私にはもともといいものなんて何にもなかったんです。十字架が完璧だから私が完璧になる必要なんかどこにもありません。
どこにもなかったんです。不完全なままでよかったんです。十字架が勝利しているから、私の痛み悲しみも失敗も後悔もそのまま受け入れられて、共に賛美していた。私は私でよかった。本当に私は私でよかったんです。主がこんな私を、いやこんな私だからこそ、そのままを愛してくださる、本当に心からそう思えるようになりました。ではここでこれにぴったりの賛美をしたいと思います。新曲、私は私であってよかったのアレルヤです。賛美をしていたら、私は私であってよかったのところが、お前はお前であってよかったって聞こえてきました。神様はとっくに私たちのことを愛してくださっているのに、なんかどうしても自分を裁いてしまって、自分で自分を許せないだけだったんですよね。そのことを賛美が
教えてくれています。そのままの私を、私たちを満点だよ、100点満点だよって言ってくださる主に感謝の献金をしたいと思います。満点を賛美します。キリストイエス様、私たちをあるがままで、そのままで満点なんだよと言ってくださる、その愛に私たちは癒されます。自分のことを諦めている人に、孤独の中でもう生きていても何の価値もないと思っているその方に、主よ、あなたは、お前が私にとってパーフェクトなんだよって言ってくださっている。主、ありがとうございます。こんな愛がある。主よ、あなたの愛に私たちは賛美を持ってお答えします。すべてを感謝し委ね、イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。では最後に新しい歌を賛美します。Thank you.
私はこれを語り述べようとし
キリストイエス様、私たち一人一人を新しい歌としてくださってありがとうございます。この喜びが全地に、特に争いのあるところに、その闇に、孤独に、痛み苦しみに届いたことを信じありがとうございます。あなたの愛なる許しが全地に満ち溢れますように、主に感謝し、イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。